はい、こんにちは。まやチャンネルまやはらです。今日はこちらですね。うん、宇宙戦隊キューレンジャー変身コントローラーデラックス星座ブラストです。はい、2017年2月11日本日発売のキューレンジャーの変身アイテムとともにちょっとした武器だね、うん、が発売されましたので早速購入してきました。はい、スーパー戦隊シリーズやめたんじゃないのって言われるかもしれないんですけども、うん、今回は宇宙ものなのでパパは見ようと思ってます。はい、エジン君は見るか見ないかまだ迷ってる感じ。うん、見よう。見るの。うん、今回ね結構良さそうなのがこのコスチュームとか、うん、かっこいいんだよね。今までの戦隊以上にすごくかっこよくて、しかも9人いるしね、うん、このオーシーブラックなんか超かっこよさそう。そうだね。まあ、そんなわけでちょっとね期待しております。じゃあ早速開けていきましょう。はい、よっこらせ。よいしょよいしょ、いただきます。はいはい、ということでこちらが星座ブラスターと獅子キュータムですね。そうだね、うん、結構かっこいい変身アイテムだね。うん、うん、ここが星型になってるね。そうだね、うん、いい感じですね。はい、でこの部分にこのキュータマをセットするっていう感じですね。はい、うん、でこれ自体がこうブラスターになってるのね、うん、だからここにもトリガーがあって、でここにもですねグリップボタンっていうのがついてますね、うん、両方で攻撃できるみたい。はい、で裏側にはベルトがついております、うん、これでこう腕にはめるわけだね、うん、こういう感じでね。はい、そしてこちらが獅子キュータマですね、うん、このようなちょっと地球儀みたいなデザインになってますね、うん、でこれを、くるっと回転させると、はい、この獅子レッドのマークになるわけだね、うん、これをさ回転させてさ変身っつってここにガチャンってやるんだったらなんかライダーっぽくない、うん、ねえ。よし、じゃあ早速セーザーブラスター電源入れてみましょう。はい、ちなみに単4電池3本で駆動しますね。はい、じゃあ行きますよ。おお、うん、いい感じ。じゃあまずはトリガー引いてみましょう。はい、おお、光ってる。どう？あ、本当だ。このグリップボタンも一緒かな。あ、ちょっと音違うね。うん、ではまず変身からやっていきましょう。はい、まず9玉をセットしてください。はい、獅子9玉。獅子9玉、お、光ってる、うん、そしてレバーを前に倒します。で、トリガー。そう、トリガー引きます。獅子でもすごいいいね、うん、宇宙っぽい感じなってますね、うん、ギャラクシー、ちょっとレトロな宇宙かな、うん、ボイジャーっぽい。そうそうそう。で、これで変身が完了ですね、うん、今回の星座ブラスターはこの9玉を倒す方向によって効果音が変わるみたいで、上に倒すと変身で、こちら側に倒すと召喚で、反対側に倒すと合体で、下側に倒すと特殊攻撃遊びみたいです。じゃあ今度は召喚遊びやってみましょう。はい、はい、召喚ははいチェイザーゴー、トリガー。はい、シシボイジャー、これでシシボイジャーが来たんだ。うん、で、今回のコントローラー違うのはこのトリガーを長押ししてください。そう、これでコントロールできるみたいだね、うん、この9玉を操作してこれ動かせるんだ、うん、すごいすごいね、面白い。じゃあ次は右。ああ、音は変わんないか。そうだね。なるほど。で、30秒待つかトリガーかこのグリップボタンを押すと終了みたいです。じゃあトリガー押します。はい、そうだね、うん、で終了。うん、で今度はこの召喚した獅子ボイジャーを合体させてみましょう、はい、他のロボットね、うん、でこっちだ。はい、ドッキング。ああ、ドッキングで、またトリガー。あ、今これ合体したんだよね、うん、で合体した後も操作できるみたいです。はい、それは同じような感じかな。そうだね。お、歩いてる。うん、だね。じゃあ次左。はい。
なるほど。これも同じだね。そうだね。で、また同じように30秒待つか、トリガーか、グリップボタンを押すと終了みたいです。はい。なるほど。うん。いい感じだね。うん。じゃあ最後に特殊攻撃をやってみましょう。うん、特殊攻撃はこの球玉を後ろに倒すみたい。うん。お願いします。うん。次がアタック。で、トリガーかな？なるほどね、うん、さらに必殺技ってのがありますね、うん、それは球玉を後ろに2回倒すみたいです。お願いします。お、ギャラクシー、うん、なるほど、うん、かなり良くない今回。そうだね。じゃあさ、特急ジャーとさ、ニンニンジャーしか見てなかったじゃん。ジュオージャー見てなかったけど、うん、その時の変身アイテムに比べたらもう全然違うわ。そうだね、うん。かっこいい上に音声も超いい感じ。うん、ここ LED ライトが7色に。ああ、そうだよね。光るしね、うん。素晴らしいですね。はい。このグリップなんですけども、上に上げられるようになってますね。うん。何のためかわかんないけど。そうだね。うん。まあ、体とかに当たんないようにするためかもしれないですね。うん。で、この球玉を外すときはこのレバーがあるので、これを同時に押して外しますね。はい、できます。できるかな。ああ、そうですね。外れた。はい、こんな感じでした。うん、はい、ということで、エイシン君の腕にセットしてみましたけども、超かっこいいね。うん。すげえフィットしてる。イエーイ。おお、いい感じだね。うん。かっちょいい。腕がごっつくなるってのがいいよね。うん。かっこいいじゃん、これ。イエーイ。いい。いいね。うん。あともう一つ忘れてました。あの通信モード。そう、通信モードがあってボタンを長押しするとこれ通信モードになるみたい。うん。うん。一応光ってますね、ここは。うん。じゃあ最後にエイシン君に変身じゃなくて星座チェンジっていうのかな。うん。してもらいましょうか。はい。はい、お願いします。星座チェンジ。いいんじゃないですか。うん。本編は2月12日からなので明日からだね、うん、楽しみですね。はい、はい、ということで今回は宇宙戦隊キューレンジャーのデラックス星座ブラスターでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。